シャオミから新しいタブレット、シャオミパッド5 Pro 12.4 が発表されました。12.4 インチの 2.5K ディスプレイを搭載した注目の製品。超大容量バッテリーや超高解像度のカメラも搭載しているようです。早速どんなタブレットなのか詳しく見ていきましょう。デザインについて、厚さ 6.66mm の超薄型で、筐体の材質にはメタル素材を採用しています。また 12.4 インチの大型サイズながらも重さは 620g に抑えています。側面にはボタンがあり、下部にはタイプ C ポートとスピーカーがあります。カラーはブラック、シルバー、グリーンの3色を用意。全体的にエレガントでスタイリッシュなデザインです。メタル素材を採用しているため耐久性も高そうです。スペックについて、スペックはざっとこんな感じです。プロセッサ、メモリ、ストレージについて、プロセッサはスナップドラゴン 870G オクタコアです。7ナノメートルプロセスで製造された8コアプロセッサで、アンツツベンチマーク総合で約63万を記録。 Android の 3D ゲームもサクサクとプレイできます。メモリは最も高速な LPDDR5 規格で、6GB、8GB、12GB の3種類を用意。ストレージは UFS3.1 規格で、128GB、256GB、512GB の3種類を用意しています。ディスプレイについて、ディスプレイは 12.4 インチの2.5K LCD 液晶です。解像度は 2560×1600 で非常に高精細。HDR10 や DCI、P3、色域にも対応し、色鮮やかな映像を映し出せます。また、TUV、QF 認証のブルーライト低減機能に対応。リフレッシュレート、最大 120GHz に対応し、より滑らかな映像を再生することもできます。スタイラスペンについて、スタイラスペンは筆圧4096段階に対応しています。また傾き検知 240Hz、 タッチサンプリングレートにも対応し、本格的なイラストも快適に描けます。また、スタイラスペンは、本体側面に装着することで自動で充電。1分間の充電で20分、フルチャージで8時間動作します。キーボードについて、マグネットで着脱できる専用キーボードを用意しています。キーピッチ 19mm。キートラベル 1.3mm で快適にタイピングできます。また110度、122度で角度調整も可能。 ESC、タスクキー、FN などを組み合わせたショートカットキーも利用できます。カラーはブラックの他にホワイトも用意。ホワイトは汚れや摩耗に強いシリコンレザー素材を採用しています。バッテリー、充電性能について。バッテリー容量は1万 mAh は約 2.13 日駆動できます。また、67W 急速充電に対応し、
36分で 60% まで、68分でフルチャージすることもできます。前面カメラとマイクについて、前面にソニー IMX596 センサーを採用した2000万画素カメラを搭載しています。オンライン会議などで被写体が常に中央に映るように自動追尾することが可能。デュアルマイクはソフトウェアアルゴリズムを最適化することで人間の声を正確に拾うことができます。その他の機能、メモ機能でオンラインでのやり取りを自動で翻訳することが可能。英語と中国語をリアルタイムで翻訳できます。また USB3.2 Gen 1互換の Type-C ポートで DP 映像出力することが可能。ディスプレイポート対応のモニターやテレビ、プロジェクターと接続し画面を映し出すことができます。その他、ウィジェットを画面上に自由に配置することが可能。画面を分割したり、複数の画面を自由に配置したりすることもできます。まとめ、Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 は大画面の液晶を搭載した高性能なタブレットでした。高精細な 2.5K 液晶や Snapdragon 870 5G プロセッサー、10,000mAh バッテリーを搭載するなど、スペックが高く性能の高いカメラも搭載していました。手書き用のスタイラスペンやキーボードカバーもしっかりと用意されていることも大きな魅力です。 Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 は8月以降に海外で発売される予定。日本でも発売されるかもしれないので、気になる人はリンク先からさらに詳しい情報をチェックしてみてください。それでは今日はここまで。また次回会いましょう。